近年、嵐が活動休止に入ってからも、彼らの人気番組やコンセプトが、ファンの間で話題となっています。特に、彼らの代表的な番組や企画が、再び注目を集め、一部では、復活を果たしていると言えるでしょう。その中でも特に注目されているのが、ソレスノという企画です。ソレスノは、嵐とスノーマンのコラボレーションをテーマにした企画で、 ファンの間で非常に高い人気を誇りました。この企画は嵐のメンバーとスノーマンが共演し様々なチャレンジやゲームを通じて絆を深める内容で両グループのファンから大きな反響を得ていました。しかし一部のファンはこの企画が再び放送されないことに不満を抱いています。彼らはソレスノが嵐とスノーマンの間で特別な絆を示していたと。 感じており、その再現を望んでいるのです。彼らは、このコラボが特別なものであることを認め、その記憶を大切にしたいと考えています。このようなファンの心理には、彼らが特定の番組や企画を通じて感じた絆や思い出の重要性が反映されています。嵐の番組は、単なるエンターテインメントにとどまらず、彼らとファンの間に、 特別なつながりを築く重要な役割を果たしてきました。そのため、ファンにとっては番組が復活することは、単なる番組の再開ではなく、彼らの愛着や感情の再燃を象徴するものなのです。また、今後の展開についても期待が寄せられています。嵐の番組や企画が次々と再び注目を集める中で、 ファンたちは彼らの活動の継続的な影響力と魅力を再確認しています。特に嵐とスノーマンという異なる世代のアイドルが共演する場面は両グループのファンにとって貴重な交流の場であり将来の可能性を示唆するものでもあります。このように嵐の番組やコンセプトが復活することがファンにとってどれだけ意味のあることかを考えると 彼らの活動の影響力とファンとの絆がさらに深まることが期待されます。嵐の遺産は彼らの活動休止後も続き、ファンの心に長く響き続けるでしょう。6月14日、スノーマンの冠番組、それスノーマンにやらせてくださいソレスの TBS 系、金曜夜8時で予告された、次回放送のコラボ企画がファンの間で物議を醸している。テレビ番組、 釣りき三平が新たな挑戦に向けて舵を切った。番組は声優の宮野守さん41歳をスタジオゲストに迎え若手俳優の目黒蓮27歳が繰り広げる海釣り企画の第3弾を放送。これまで目黒はザフトンヒラメや巨大カジキとのバトルで苦戦を強いられてきたが、果たして今回はどんな結末を迎えるのか多くの視聴者が熱望している。 メグロは、今回、高級魚の大物、オーダイとの対決に挑む。しかし、釣りの世界においては常に予測不可能な要素が潜んでおり、前回の失敗を乗り越えることができるのか、注目されている。番組は、釣り歴30年のベテランアングラー、パフィー、大抜きアミさん50歳もゲストに迎え、メグロのサポートに加わっている。オーダイを求めて出港した船は、 透き通るような青い海と風光明媚な景色に包まれながら静かに会場を進んでいく。目黒は緊張感を隠せない表情を浮かべつつも大抜きさんからのアドバイスに耳を傾けていた。漁師に憧れる彼の心には一筋の希望と情熱が燃えていた。やがて念願の一瞬が訪れた。船の一角で大きな激突音が響き渡り、目黒の竿が曲がる。 これはまさに大物の引きだ。スタジオでも緊張がピークに達し、視聴者は息を呑んで目を見張っている。釣れた、大物だ。番組のナレーションが興奮気味に響く中、目黒は戦場で激しい戦いを続ける。大抜きさんとの息の合った作戦と釣りに対する真摯な姿勢が身を結び、ついに大台を釣り上げた瞬間、戦場に歓声がとどろく。 その一瞬の勝利は、メグロにとって、決して簡単なものではなかった。しかし、その喜びこそが彼の釣りへの情熱をさらに燃やし、次なる挑戦への意欲を募らせることとなった。釣り吉、三平の新たな一幕は、視聴者に勇気と感動を与えるエピソードとして、今後も引き続き注目を集めそうだ。そして、 番組の最後に流れたのが6月28日放送の2時間半スペシャルの予告。嵐の冠番組、秘密の嵐ちゃんのメンバーが服を選ぶコーディネート対決企画、マネキン5と V6 がレギュラー出演にしていた学校栄光シリーズともに TBS 系の学校の屋上で生徒が思いの丈を叫ぶ。 看板、企画、未成年の主張が復活すると発表された。さらに、7月5日の放送では、秘密の嵐ちゃんの一般人や芸能の回答で、メンバーがランク付けされる企画、ランキングダービーが復活するのだが、賛否の声が上がったのは、28日に、嵐から桜井翔42、5日に、二宮和成41がゲスト出演すること。 X q ツイッター上では、ソレスの秘密の嵐ちゃんの衝撃がでかすぎて、そのことしか考えられない。早く見たい。など、歓迎の声が上がる一方、秘密アラの企画をやることを、復活っていうのは、ちょっと私の中では、違う気がする。そこに、嵐5人が揃ってないと、復活にはならないんだよ、など、不満の声も多く上がった。メグロの釣り企画は、 完全に吹き飛ばされた格好だ。VS 嵐の復活企画もファンもやもや。嵐が活動休止中である今、彼らのファンはますます不安を募らせている。特に最近のソレスノでの取り上げ方については、ファンの間で議論が巻き起こっている。一部のファンは、この番組が嵐を利用しているように感じてしまい、スノーマンが嵐を利用している形に見えるのが、ファンは、 もやもやするのでしょうとの意見を持つ。さらに、番組の企画が進行中であることから、嵐がオアコンとみなされることを懸念するファンも少なくない。嵐は活動休止宣言をしているが、再開の可能性も排除されていない。そのため、できれば5人でこの企画をという声も多く聞かれる。ファンは、 彼らのグループとしての絆と独自の魅力がどれだけ重要であるかを知っている。嵐のメンバーそれぞれが個性豊かであり、グループ全体のエネルギーがそれぞれの個々の輝きを引き立てていることを理解しているからだ。嵐のファンは彼らが番組やメディアで扱われる際には常に繊細なバランスを求めている。彼らの活動休止中における姿勢や未来への希望を ファンは常に心に抱いている。だからこそ、ソレスノや他の番組での嵐の取り扱いが、ファンの間でどのように受け止められるかは重要であり、その影響は深遠である。嵐は単なるアイドルグループではなく、日本の音楽シーンにおける重要な存在であり続けている。彼らが与える影響力と彼ら自身が求める尊重された扱いが一致することが、 ファンにとっての理想的な未来像である。また、嵐企画は別のところでも波風が立っていた。富士テレビの6月24日放送の大型特番ザベッドでも嵐の冠番組 VS 嵐の人気企画ローリングコインタワーが復活するんです。ただ、こちらは相葉正樹41のタイトルコール以外、嵐メンバーは関わっておらず、ファンはさらに憤慨しています。 公式サイトでは、復活という言葉で紹介されていて、そこもファンが納得できないところのようです。X 上では、こちらも、なんで、相葉ちゃんを司会にしてくれなかったの嵐抜きで、ローリングコインタワーはやめてほしかったよ。それすのだって、ちゃんと嵐メンバーを呼んでコラボしているのに。など、メンバーが一人も出演しないことに、ファンから不満の声が上がっていた。 確かに嵐不在で復活と言われてもという戸惑いが伺える。4月には株式会社嵐を設立し、5人は嵐としての活動に前向きな姿勢を見せた。2024年11月3日はデビュー25周年記念日とあって活動再開を期待するファンも多い。旧ジャニーズの後輩とのコラボではなく5人揃っての復活企画を待ち望むファンとしては、 今回は酷なコラボだったようだ。二宮和也、必ず沼る金髪で、別人級の色気、ブラックペアンシーズンにオフショットで見せた、新美女ソロ活動が活発だが、やはり、ファンとしては嵐5人の姿が見たいのだろう。